新しい熊手を買いに行ったほんのちょっとの間だったけど、天気は付き合ってくれなかった。ああ、うちまで持たないな、こりゃ。安心しな、いい病院があるから。先生が知り合いでよ、遠くのでけえ病院を買ったよりなら。先生。もう大丈夫。雷は体の外を通ってたし、髪と皮膚が焦げてるから2、3日かかるけどね。ロボットの患者さんなんて久しぶりだわ。2、3日。重症に見えましたが。もうお話もできるわよ。よ、おじさん。こりゃ3日で治るって設定だけんど、大げさに見えるけど皮膚のコーティングだけだから。おじさん、あの、あ、高弘には内緒にしてね。おお、でも迎えに来ん時くらいはいいべ。明日また顔を見に来っからよ。ああ、なんかいる？できれば着替えよう。勝手口が開いてますんで。ああ。じゃ、適当になんか持ってくるわ。まあ、のんびりしなよ。すいません。いや、よろしくお願いします。心配いらないわ。ちゃんと面倒見るから。翌日、一次コーティング終了。
あらあら。出来が荒いんで心配なのね。はあ、大丈夫。今は下地だから毛羽立ってるのよ。虹コートと仕上げでしっとりすべすべになるわ。はあ、そうなんですか。髪も新しくしたの。焦げてたからね。前と同じ髪の毛よ。やっぱり色が変わっちゃ嫌よね。安心しました。本当に、なんてお礼を言ったらいいのか。お礼はあのおっさんに言ってね。明日は一日で終わるから、明後日には帰れるわよ。なんだか涙が出てきた。本来、私の涙腺は瞳を潤すためだけのものなんだけど、こんなことは一人で月金を引いてる時なんかにはよくあった。それとは別の感じだけど、こういう気持ちも好きだな。帰りの日、ハルガ、帰るよ。髪型変えたの？違う。うわあ、なんだこりゃ。新品の髪の毛だから馴染むまでピンピンなのよ。どれくらいで馴染みます？まあ一週間くらいかしら。一週間。また涙が出てきた。気持ちは全然違う。おじさん、ありがとうございました。何せいだかよ。礼は先生に言ってくれればよ。私、お礼するものがないんで、お二人にはコーヒーをずっとサービスで。なんだよな、いいじゃんか、別によ。家族みてえなもんだしよ。鬼だったよ。嬉しいんです。ありがとう。
れる用意をしていなかった。ネジが緩んでる。豆は焦げちゃったけど、いつもと同じコーヒーの香りがする。上出来上出来。海の音が聞こえる。
カメラのサラサラしたボディを撫でていて、いつの間にか午後になっちゃった日。初めの頃、オーナーに連れてってもらったところ。なんで忘れてたかな。おじさん。おお。やっほー。アリ、どこ行くのさ。個人的イベント。あんだそら。確か北の町に行った時に、今はもう懐かしさとイメージだけだけど、明るいうちにつけるかな。
ここだ、やっぱり。なんか感じが違うけど、ここだ。アルファさん。ああ、やっぱり。先生。ここにはよく来るの。あ、いえ、前に一回だけ来たような。先生、今日は？北の町に用事があってね。ここにはよく？たまにね。日が沈む頃から気持ちが高ぶってきて止まらなくなる。こんなに。そうね、ここには昔の街灯がたくさん残っているわ。多分あなた昔ここでこの夜景を見てるのね。今はただの林になっているところも、海の上の街灯も光る。かつて実用のために光っていた街灯、今はただ光るためだけに光る。見る人はいないけど、こんな花もあっていいわね。昔の人が残してくれた光の花。